はい、OK、お願いします。はい、まあ今日ねコーチングする前に、うん、まあ、この自分に優しくするということを、はい、僕にちょっと質問してきたんよね。はい、うん、でまあ不思議なことに、うん、そのことがここに書いてあるんよね。はい、うん、なんて言ってたっけ、自分に優しくすることがよくわからないって言ってたっけ、なんて言ってたっけ、うん、今回も自分を責めてしまっ、うん、潜在意識から責めてしまって、うんうんうん、自分と周りに自由を与えたい、うんうん、で自由を与えれる人間になりたいと思って、うん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 、もうその時点で、はい、あなた不自由なんよ、もうその思考のその時点で。あのね、何々をしたいの前に、はい、やめることを先やめて、あ、はい、やめることをやめずに、うん、したいことの方に向かっていくんで、はいはい、結局はね、また同じことで苦しむんや。だから苦しんでるんですね、うん、自分を責めるんですって、うん、やめることがなかなかできないんですっていう相談だったら、そうですね、話はわかるんやけど、先まで進んじゃった、うん、そうだよね、はい、だからやめる練習しないと。そうですね、今の私のテーマはやめる練習ですね、うんうん、でやめる練習ってまず理解が必要だよ。はい、なんでやめなきゃいけないっていうのは分かってんの、うん、いや不幸になるからとか波動が下がるからというんじゃなくて、うんうん、あなたが自分に冷たい理由は僕は教えてあるじゃない。親の考え方が私の潜在意識に入っているから。違う。違う。僕が教えてるのはそれじゃないよ。あなたの親があなたが悪いって言ったっていうこと。なるほど。言ってることわかる？ね、あ、そうか、うん、私は、はい、ね、結局先生が教えてくれたこと、うん、答えを書き直して、うん、はい、ね、自分で親をかばうプログラムが動いてるんだ。だってシンプルじゃん。え、あなたの父親と母親があなたのせいにしたんよ。言われました、ない、何回も言われました、うん、え、それ以上じゃないよ。え、すごい難しく書き直してました、うんうん、いや、どうせあなたが、うん、足を怪我して、いや、だってあなた YouTube で言ってるじゃん、うん、鼻で笑われましたって。鼻で笑われました。え、鼻で笑われたっていうことは、うん、あんたのせいやって言われたっていうことと同義じゃない。なるほど。え、だからあなた自分から自分を責めてると思ってるんじゃないの。いや、あなた自分責めてるんじゃないよ、うん、あなた被害に遭ってるんよ。そうですね、1分1秒。いや、僕はさっきから言ってるのはあなた被害に遭ってない時も自分を、はい、いじめてるからって言ってるんであって、うん、あなたの家で起きてることとは話は別やで、うん、ああ、そうか。いや、あなたの家で起きてることって、はい、ね、うん、ほとんど、うん、単に被害に遭ってるだけやで。はい、そこに何も哲学的な意味なんかないよ。はい、わかる？わかりました。うん、いや、暴力に哲学的な意味なんかないで。ないですね、ただの暴力、うん、犯罪に哲学的意味なんかないよ、うんうんうん、言ってることわかる？ただの犯罪ですね。ただの犯罪だよ、はいはい、言ってることわかるよね、はい、ただの冷たさだよ、うん、言ってることわかるよね、はい、うん、え、そんなことを言う人の気持ちになんか立たなくていいよ、うん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 、一見そういうことを言うにも何か理由があるんでしょうっていうのが正しいかのように言われてるけど、うん、ね、うん、え、普通に考えたら違うやろっていうこと、うん、いや、いじめの問題でもよくあるじゃん、うん、あります。なんか評論家さんとか学者さんとかも言ってない、うんう
いじめられる側にも何か責任がありますからとか、うんうん、意味わかんないんやけど言われてきましたね。ね、いじめる側にもそこには苦しみがありますとか、うんうんうん、いやもう意味わかんないんやけど、うん、だよね、うん、いや僕は正しいって言ってるんじゃなくって、うん、ね、加害者と被害者っていうのを同等に扱ってはいけないんよ、はい、僕は人権を無視しろって言ってるんじゃないんよ、うん、言ってることわかるよね、うん、100ゼロやろっていうこと、うんうん、ね、だってそこの2人の関係に関しては100ゼロや、うんうん、いやどこまであの、うん、人間を広げていくんや、人間関係を、そしてどこまでね時間を巻き戻してるんやって、いや被害ってその場でしょうっていうこと、いやあなたの怪我を鼻で笑われたその瞬間だけを見なきゃいけないのよ、はい、被害っていうのは、うん、あなたその瞬間だけを見なかったですね。そうか、うん、うん、相手が母親だからとか、うん、ね、また父親に被害に遭ったのかとか、はいはいはい、いや、なるほど、難しすぎる、うん、単なる被害です、うん、わかる、はい、僕はあなた自身が、うん、あの自分いじめをしてるっていうのは、うん、どちらかというと僕と一緒に勉強しだしてからやと思うよ、うん、それまでは自分と向き合うことはなかったはずなんで、うん、ああそうか、うん、だからカウンセリング、僕自身はカウンセリングの副作用っていうのは、うん、自分と向き合って、うん、あの自分いじめをするっていうのが僕はカウンセリングの副作用だっていうふうに僕は考えてるよ、うん、はい、でカウンセリングを受けるまで、うん、あの自分いじめっていうのはないって僕は思ってんの、うん、だってそれがあるんやったら、うん、セルフカウンセリングできるような人が、うん、あのそんな人生終わったような状態で生きてるわけがないんやから、うん、そうだよね、僕はあなたは自分いじめは、うん、あのカウンセリングを始めるまではしてなかったと思うよ、うん、100% 被害受けてた、うん、100%、うんうん、いやでも私は私が悪いと思ってましたよって、うん、いや思ってたんじゃない、言われたいの、うん、そうか、いや思ってるで済んでたら可愛いんや、うん、いやそんなことはあなたの家では起きてないと思うよ、僕はあなたが自分いじめをするような余裕のある家庭環境じゃないと思ってんの、僕はある意味自分いじめっていうのは余裕のある家庭環境じゃないと無理なんよ、あなたは自分いじめをする余裕なんかなかったと思いますよ、うんうんうん、ずっと被害を24時間365日受けてたから、うん、どこの隙間であなたは自分いじめをしたんですか、そうか、ねえ、はい、普通に考えたらわかるじゃない、うん、自分の過去、うん、ねえ自分がどこまで追い詰められたのか、うん、だってもう死にかけたわけじゃない、はっきり言って、はいはい、死にかけたところまで行ってる人が、うん、自分いじめなんかする余裕があると思いますか、ない、物理的にそういう時間がないわ、ない、ずっと被害に遭ってる、はい、考える暇がなかった、うん、自分と向き合う暇なんかあったわけがないじゃん、うんうん、そうだよね、だってあなたは、ね、物理的に接触した時も被害に遭い、うん、接触してない時も心の中の父親と母親に被害に遭い、うん、それを24時間365日って言うでしょ、うん、はい、いやあなた自分に向き合ってる 0.1 秒とか 0.01 秒なんか あるわけないじゃん、うん、そうだよね、はい、うん、だからカウンセラーとしては、うん、あのカウンセラーが進めば、あのカウンセリングが進めば進むほど、うんうん、あの自分いじめが少し起きてくるから、なるほど、いやこれみっちゃん先生とかも、はい、あの斉藤ひとりさんと出会って、うん、本格的にいろんなことを教えてもらうようになってから、うんうん、多分あの自分いじめが始まったんよ、うん、
みっちゃん先生ってちっちゃい時から会ってるわけでしょ、はい、でちっちゃい時から教えてもらってるじゃん、なんか学校行ったらさ、うん、嫌だって言ってくるんだよって、うんうん、っていうことはもう小さい時から、うん、で教えてもらってるわけじゃない、うんうん、ということはね、自分いじめはもう始まってたと思うのよ小さい時から、うんうんうん、わかるよね、はい、だから自分いじめなんていうのは、うん、なかなか、うん、しないやで、自傷行為と自分いじめは違うで、自分いじめっていうのは内向きやで、エネルギーは、うん、はい、自傷行為っていうのは外向きやで、自傷行為って承認欲求やからね、うん、ああそうですね、認められた、あなた自分で自傷行為もしてたんで、はいはい、で自分いじめと自傷行為を混合してしまったんじゃないですか。それと、まあ、あなたは何よりも、うん、自分いじめというふうに、うん、まあ、自分でその方法を見つけたとは僕は思えません。僕はそこまであなたたちが被害、うん、あなたたちの人生に余裕があったとは思わないです。僕が基本的に言ってるのは、うんうん、僕と会ってからのことです、はい、会うまでのことは、うん、僕ははっきり言ってカウンセリングをする必要がないと思ってます。 100% 被害、うん、もし静香ちゃんが僕に会う前から、うん、自分いじめで自分の身を守ってきたっていうんであれば、うん、わかる、うんうんうん、それは間違いですね。それと僕何でもその時その時に思ってる本当のことは言わないよ、はい、例えば、うん、あなたはその僕多分言ったと思うね、あなたは母親を自分の親じゃないと思うことによって自分の身を守ってきた、はい、言いました ね、はい、あれって、うん、愛のある嘘なんよ。でもあなたは多分そう思ってただろう、うん、うん、なぜか、うん、ね、そう言われたからよ。はあ、そうか、確かに、わかるよね、真実は、うんうんうん、心がえぐられるようなことが真実なの確かにね、やっぱり次のステップに行くためには、はい、うんうんうん、やっぱり父親を父親だと揺れてるだけで見ないようにするためにはね、やっぱりそこで あなたそれができたんだから父親のこともできるよっていうふうにある意味持っていくのが正解かどうかは別として、僕にはそれしか思いつかなかったんでね、まあ今はまあ僕といる時は父親を普通に単なる肩書きとしか思ってないみたいなんで、うん、はい、僕といる時だけはね、そうですね、うん、そこまでできたんだったら本当のこと言わないと、うん、僕って大嘘つきになっちゃうよね、うん、だっていや普通に考えたらわかるじゃん、はい、すごいもう死にかけるまでさ被害に遭ってる人がさ、うん、母親を母親だと思わないような心の強さが残ってると思う？思わない、うん、いや無理だよね、うんうん、だからあなたも違います、それは、うんうん、ということは残念なことが出てきましたね、はい、どうやらあなたの母親と父親は、はい、自分たちを親と思うなという意味合いのことを、確かに確かに、直接的もしくは間接的にあなたに言い続けてきた可能性があるという、はいはい、そうですね、もう一つわけのわからんされてましたね、言ってることわかるよね、はいはいはい、うん、だからそこは、うん、まあね、今はこうやって録音してるからね、わ、うん、かるよね、うん、以前であればね、はい、まあただね、静香ちゃんが、うん、まあ、カウンセラーになりたいっていうことを僕に意思表示する前は、うん、はっきり言ってその寄り添うことしか目的がなかったんで、まあ別に嘘ばっかりついてるわけじゃないけど、まあ僕がその時
もしかしたら静香ちゃんとか他の人たちはね、はい、あの昔からいっぱいいろんなことを教えてもらってとか思ってるかもしれないけど、そんなことはないよ。いや、それを言うんだったら、うん、そのずっと前からそのそばにいてくれてとか時間をと、うん、あの作ってくれてとか、うん、そういうの方が正解だと思うけどね、はい、あのだから何が言いたいかというと、昔僕に教えてもらったことっていうのは、うん、あの覚える必要がないということ、はい、うん、そして一回僕が言って覚えてって言ったことでも、うん、もしかしたらその、はいはい、カウンセリングとかコーチングの一つの流れとして、うん、あの必要な愛のある嘘である可能性があるんで、あのそれをなんていうのかな、こう法律のように、うん、あの自分の中で、うん、あの固めていかないことね、はい、うん、まあ、それその時もまた捨てるっていうことをやんなきゃいけないのよ。あなたはその、うんうん、父親と母親から、はい、ね、無理やり詰め込まされた考え方を捨てなきゃいけないんだけど、うんうん、僕が一時的に使ったあの考え方もこれから捨てていかなきゃいけない、うん、っていうことはあなたにとって捨てるとかやめるっていうことはやっぱり永遠のテーマになる、うん、だから何かをするということよりも自分にとって大事なのは捨てることだやめることだ、まあ、まずはやめるっていうことやね、はい、捨てるの方が難しいから、うん、まずはやめること、はい、じゃあ何をやめればいいんだっていうことを自分は理解していかなきゃいけないっていうことよね。まだ時間ってあるの？あと6分あります、うん、あと6分しかないんやけど、はい、じゃあもうこのまま切らずにいこうかね、はいはい、分かるね、あのこれ他の人もそうなんだね、僕のとこ来てる、うん、あの普通のカウンセリングだけ受けてるクライアントさんも、うんうん、まあ当然ほとんどがまあ寄り添う、うん、作業しかしてないんやけど、うん、やっぱりずっと寄り添ってただけでは、うんうん、あのその人って元気にならないんよね、うん、ちょっとは何か教えてあげないといけない、うんうん、なんでかって何かを教えてあの光を少し見させないと人間って元気にならないんでね、うんうん、でやっぱりそれ何か教えるってなった時にやっぱり僕が一番そのあんまり簡単なことを教えても、うん、結局ね静香ちゃんたちにとってはね何しても難しいね、はい、何しても大変なんよ、はい、でそれだったら難しいことを少しずつできるようにする方がいいなと思ってるんで、うん、静香ちゃんはもうとにかくやめること、はい、やめるやめるやめるということね、はい、うん、だからやめるがあなたが幸せになるキーワードだと思うわ。そうですよね、なんかあなたは何かをするじゃないね、はいはい、やめることやめること、やめていけばあなたはね、うん、やめるたびに幸せに近づくんよ、うん、そして近づいてから、うん、さらに近づく努力をしたらいいんであって、はい、まだすげえ遠いのに、うん、ね、はい、いや今何しても一緒ですってこと、はい、うん、だから例えば YouTube では、うんうんうん、ね、あの遠くの人に喋るのやめてって、うん、近くの人に喋ってねって、うんうん、発表するのやめてって、はい、うん、報告するのやめてって、うん、何したらいいんですか、いややめてみたら違うことするからって、うん、いやそうだよ ね、 そうですね、いや何をするかよりもやめることの方が問題だから、はい、こうしてああしてって、まあ、でもうあなたは、うん、あのプロでもあるんで、うん、一応教えなきゃいけないから教えたけど、うんうん、あなたが行動ということに関しては、はい、僕が教えたことをするよりも、うん、やめることが大切やで、はい、うん、本読んで、はい、絶対自分と、うん、斉藤ひとりさんとかみっちゃんを比べたらダメだよ。わかりました、やめる、うん、はい、当たり前だよね、うん、あのはっきり言って、うん、アホかって。いや誰に対しても失礼やわ。そうです。いやあなたに対してもみっちゃん先生に対しても斉藤ひとりさんに対しても失礼やわ、はい、うん、言ってることわかるやろ。同じ人じゃない。何と比べてんねんってこと、
ねえ、僕野球してるんですよって、うん、イチロー選手のあの時のバッティングとちょっと比べてみたんですけどとかね、大谷選手のあの時のバッティングと比べてみたんですけどって、いやそれ自由やけどさ、それ本気で言ってるんやったらどうかしてるよな。でもあなた、やってた、いやそれより遠いで、遠いですね。野球はまだ地球、うん、上でやってるから、うん、まああの多分大谷選手っていうのは、イチロー選手っていうのは僕は月の月人っていうの、はいはい、火星は火星人やね、月人でもないと思うよ、うん、レベルとしては地球人レベルだと思うから、うん、天才だとは思うけど、はい、火星人レベルでは決してないわけやんか、うん、で、いやあなたはね、はい、いやもう比べるのもちょっとあのどんだけおかしいことをしてるかわかんないからさ、はい、あのそれやめることがあの難しいんだよね。そうですね。であの、まあ、あの恥ずかしいからやめた方がいいよ地球人と違う星の人と比べてたってことですね。いや私さ、みっちゃん先生に比べたらとかもし言うたらね、うん、僕から見てもね、はい、いやいやいや、どうしたどうしたって。でもあの100万年早いけどみたいな、うん、ねえ100万年はまあ大げさかもしれないけど、うん、100万年でもそれはある意味地球規模の話をしてるだけであって、はいはい、ねえ、まあ、100年は早いんじゃないの、うんうん、でそれぐらい自分は今からまだ希望があるわけでしょ、うん、えだってあなたはまだ、うん、伸びしろがみっちゃん先生よりもまだまだあってそして年齢さえも今世で一緒に生きてて、うん、この地球で、うん、まだ自分の方が年齢もあって、うん、ね、すごい素晴らしい環境に今いるわけじゃない、はい、あのね、羽室さんの本にさ、はい、宇宙はバランスってよくあったじゃない、はいはいはい、いやあなたの家がさ、うん、あんだけの地獄なわけじゃん、うん、っていうことはあなた一歩家に出れば、はい、家を出れば、はい、天国だっていうことに早く気づかなきゃいけないよ。本当ですね、ずっと地獄のまま生きてますね、うん、今は世界で言うのよ、あのあなたのお家の考え方と、うん、あなたのお家以外の人の考え方を、うん、ね、比較したら、うん、あなたのお家の考え方を一歩出れば、うん、あなたの人生は天国しかないんじゃないの、うん、面積とか体積的には天国の方が大きいよ、うん、あなたの人生は、はい、あなたがそこに地獄に引きこもってるだけで。そうですね、うん、わかるよね、はい、うん、言ってる意味はわかりますか。うん、だってね、うん、あのこれ多分一生懸命あなたの YouTube 聞いてる人ってね、うん、あのまあ、人のことよくわかるから、うん、静香ちゃんって不思議なこと言ってんなって思うと思うの、うん、えだって、うん、今日、あなたの YouTube チャンネルから流れてる僕との公開カウンセリングの内容が、うんうん、はい、あなたが忘れていなければ、はい、今日僕に一番最初にした質問はないはずやね。うん、うん、言ってることわかる？わかるようでも。だってあなたの父親はこういう人ですよ、うんうん、あなたの母親はこういう人ですよ、はいはい、ね、うんうん、で骨折した時も違いますよって、うんうんうん、ね、あなたが悪いんじゃないですよ、事故も違いますよっていう話をしてるじゃん、うんうん、してます。え、なんでその答えと違うことを質問してくるの、はいはい、言ってること分かる、もう当たり前のように質問してきたよね。そうですね、うん、例えば先生の言ってる答えは覚えてるんですけど、うん、どうも私を責めるようにいくんです、うんうん、でもそうじゃないよ、あなたに起きてることは。あなたはね、もう忘れてるんよ。
あなたの母親は本当に鼻で笑ったんですか？鼻で笑うというあなたの意味はどういう意味なんですか？人それぞれ鼻で笑うという意味が違うじゃないですか、はい、あなたの鼻で笑うというのを別の言葉でちょっと僕に説明してくれる？バカにする、うん、これなんでこれ聞いてるかっていうとね、はい、あなたの母親と父親って、うん、あなたが骨折して鼻で笑うような甘い人じゃないよねってこと、あなたまだ鼻で笑われたぐらいにしか思ってないんだっていうこと。そうか、いや、あなたが骨折して鼻で笑う人なんか、うん、はい、でいくらでもいるんじゃん、うん、世の中に、うんうんうん、でもあなたの父親と母親は多分違う対応したはずや、はどんな対応したの？あなたが足を怪我したっていうのを初めて認知した時に、うん、あなたの母親と父親はどういう反応でしたか？本当に一般論的で鼻で笑ったんですか、うん、違う言葉の表現をしないといけないんじゃないですか？そうですね、うん、違う表現、うん、どういう感じだったの？怪我しただけだよって言った時に、はい、なんて言ったの？ですね、うん、あれは僕とカウンセリングをした内容じゃないよ。言ってること分かるよね、うん、あなたが独自に記憶を思い出して YouTube 配信してるよ、はいはい、僕はものすごい危険やなと思った。あ、いや僕は、うん、ね、鼻で笑ったっていうのは僕に言ったか、カウンセリングの中で。カウンセリングの時に、うん、どっちやったっけ？いや言ってないです。言ってない、はい、うん、本当に鼻で笑ったの？もっと冷たい目をされたんじゃないの？どうですか？笑いにあなたはごまかされてませんか？それとあなた本当にお母さんの顔を見たんですか？うん、そうですね、うん、今までの感じだったら見てないですね、うん、でクスッフンとかいう、うん、そういう笑い声だけが聞こえたから、うん、あとはあなたの想像じゃないんですか？そうか、そうかもしれない。そこに冷たい目があったんじゃないかなって僕は思いますよ、はい、そしてもっと、うん、冷たい目がその後ろにあったんじゃない？後ろっていうのは精神論を言ってるんじゃないよ。はい、その何メーターか横に、はいはい、ね、うん、あなたそのことに全く触れない人がいたんじゃないですか？うん、そうですね。うん、先生時間になりました。わ、うん、かる？あなた何が起きたかわかる？あなたが足を怪我した時。あなたは鼻で笑われたっていうことは DV を受けたことにしてるよね、うん、あなたのお家で起きたことは僕は DV じゃないと思うよ。わかりやすく言うとね、うん、今 YouTube 聞いてくれてる人、鼻で笑うのが DV か、うん、いや、あなたの過去の今までの例があるとそれを DV というふうにしとかないと、うんうん、はいはい、あなたの思考が混乱するんでね、うんうん、まあでも明らかにそれは僕は DV だと捉えてた方がいいと思うんで、はい、本当にあなたの母親と父親は、うん、あなたが怪我をした時に DV をしたんですか？ネグレクトじゃなかったんですか？ああ、そういう、そうですね。あら、いや、その後の事実を思い出せばいいじゃないですか。あなたのこの足の怪我したことに関して、はいはい、あとはどういう場面があなたのお家ではそれから続いていったんですか、その時間に？ネグレクトですね、うん、はい、いや、あなたが足を怪我したという、はいはい、いうシーンあるじゃない、うん、そのシーンから、うん、もう
母親と父親の言葉が、その足に対する言葉がゼロになったら、はい、そのシーンはネグレクトなんですよ。そうですね。どっちなんですか、その話は続いたんですか、終わったんですか。終わりました、うん、だからあなたは、はいはい、そうですね、うん、単純に鼻で笑われた、はい、ということじゃなかったということ。はい、言ってること分かるよね。はい。わかりますね。わかりました、うん、はい、だからまあすぐにはできないかもしれないけど、はい、うんうんうん、あの自分の想像の世界に入らされるようにしてるんやから、うんうん、いや、あの鼻で笑うのも手口だよ、うん、手口やで、はい、いや笑うわけないよ普通。そうなんですよ。いや性格悪いなって思ってるやろ。違うから。思ってました。いや笑えんから普通、うん、普通ね、ってなりますよね、うん、骨折したってなったら、うん、ってなるはずなのに。言ってることわかる、はい、親笑えんから、うん、ね、言ってる意味わかる。はい、それ手口やから、うん、あなたは多分笑う、親が笑うということをね、うん、はいはい、小バカにするということやね、はい、されることによってもうおじけづくってわかってるんだ。あ、そうか、言ってることわかるよね、はい、うん、だからそういうのを、うん、ね、だから覚えることも大切だけど、うんうんうん、ね、とにかくやめなあかんわ、はい、っていうかそもそもあなたさ、はい、あの笑われた、鼻で笑われたって言ったけどさ、はい、何してくれると思ってたからがっかりしたの。え、そうやろ。本当ですね、うん、そう、私もなんか期待すんのやめなさいって。そうですね、期待してたんですね。期待すんのやめるの、はい、期待すんのやめれば、うんうん、向こうも調子が狂って手口使うのやめるかもしれない。はい、わかるね、うん、だから最後は少し時間が余ってたんで、はい、ちょうどこれでだいたいほとんど時間だと思うんで、はい、では今日は終わります。はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。